11月12日日曜日、第3回サイクルドゲーニング大会を開催します。今回は海を渡って自然と歴史豊かな中島の名所を自転車で巡ります。どんな名所があるのかというと、大浦港の隣にある海水浴場に突き出るような堤防の先にポツンと海の安全運航の明かりとしてある小さい灯台、堤防のトン先の明かり。明治40年頃、誤って切除したみかんの枝から製紙剪定を普及したおかげでみかん生産地の地位を築き、みかんの神様と呼ばれる島田茂一郎の石碑。これはほんの一例ですが、当日はおよそ50の名所がチェックポイントになります。実際にどの名所がチェックポイントになっているのかは当日参加してからのお楽しみ。このサイクルロゲーニング大会 in 中島の応募締め切りは10月5日木曜日です。お申し込み方法は愛媛県ロゲーニング協会ホームページの専用フォームからお申し込みいただくか、松山市内のタウンボード市役所等で配布中の専用申し込み書に必要事項をご記入の上、ファックスまたはメールにてお申し込みください。また参加費詳細については愛媛県ロゲーニング協会のホームページをご覧ください。皆様のご応募お待ちしています。